このスバ。ジタバタしていると群れがうまく集まらないぞ。計画に少々の狂いはつきもの、要は倒せればいいのです。うがてエクスプロージョン。ナイス、バクレーツ。ちょっとだけ取り逃しましたが、いい音でした。あとは頼みますよ、アクア、ダクネス。いい音どころじゃないわよ。打ち漏らした奴らがこっちに来るんですけど。あアクア、私の後ろに。私が盾になる。ダクネス、助かって、あれ、なあ、この私がモンスターの群れに、モンスターの群れに蹂躙されている。あの、早く私を起こしてもらえませんか。このままだと私も群れに踏まれてしまいそうで。ピース。うわ、どうしたらいいの。赤島じゃん。無双撃機。この矢はもしかして。嫌な予感がして見に来てみたら案の定だ。アクア、これは貸しだからな。ずるいですよカズマ、こんなかっこいい登場の仕方。まさか狙ってましたね。今はそれどころじゃないだろ。また来るぞアクア、クリートウォーターだ。わかったわ、クリエイトウォーター。いいぞ、この位置ならフリーズ。ダクネス、その硬い筋肉で滑ったそいつらを残らず受け止めろ。ざっとこんなもんだろう。ありがとう、ありがとうね、カズマさん。
つできたカトビは肉も美味しいですね。カズマ、唐揚げおかわり。あいよ、もう少しで追加の分も上がるぞ。羽毛布団もできて、美味しい肉にもありつけて、蹂躙もされた。今日は悪くない一日だったな。あ、アクアもこれで安眠できるだろうって。突撃高跳びが一匹、二匹、助けて。シュワシュワを飲みすぎたんでしょうか。寝てますね。しかも作った羽毛布団を使わずに、こいつのどこがナイーブなんだよ。まあいいじゃないか。いい夢を見てるんじゃないか。それよりカズマ、今日は助かったぞ。カズマが助けに来てくれなかったらどうなっていたか。私はきっと来てくれるって信じてましたよ。なんだかんだでカズマは仲間思いですからね。はっ。もうアクアには今月ずっと風呂掃除をやってもらうことにするよ。倒したわ、女神アクアの勝利ね。これで安心して寝られるわ。夢の中でも寝ようとしてるのかよ。ほんとこのダメ神は。この巣箱